入ってしまったというところから来てくださってありがとうございます。先輩たちとか1年生とか皆さんありがとうございます。もっともっと今日はちょっと本当にたくさんのバンドがあるんで、よかったら最後まで聴いていってください。皆さんで歌ってくれたらいいかなと思います。
よね。まあ、最後の曲になってしまったんですけど、どうしようかな。はあ、じゃあまとめでちょっとだけトークしたんですけど、パパとスパッツといえば、まあスピッツじゃなくて今日スパッツにしたんですけど、スパッツといえば、あ、時間ない、ちょっとやるわ。今度は次回の。まあ、ちょっとだけ面白い話なんですけど、アグル上がるぞ。全然面白くないんですけど、なんかあの12月お父さんの誕生日だったんでスパッツをあげたんですよ。お父さん寒がりなんで、ちょっとゴムナンスパッツをあげようと思って、はい、そうなんです。で大阪に送ったらもうめっちゃ嬉しいみたいな、なんか絵文字付きの LINE 入ってきたんですけど、でその後にもう一回なんか実家に送られ何かが送られてきて、で開けてみたらお揃いの T シャツのミッキーさんの形の、あ、ミッキーさんの柄の T シャツのお揃いが実家に送られてきたんですよ。てか送ったんですよ。本当は大分に送るつもりが実家に送ってしまって、本当はそれを彼氏と一緒に着るために大分に送るつもりが実家に送ってしまって、お父さんが開けて、で明らかスパッツよりも3倍ぐらいの値段の T シャツを送ってて、それを開けたもんやから、なんかさっきまでなんか絵文字を使ったのに、なんか俺には800円ぐらいの彼氏に言わさんで、そういう面白いっていうか、いや、これが面白い。ちょっと待って、こうなんかこうなってしまった。スパッツのくだりちょっと受けたから、もうあと加工面。じゃあ最後の曲バラードなんですけど、じゃあきっとまあ規制方の普通に歌ってください。じゃあ最後の曲カエデです。カエデカエデが奇変です。Thank you.